皆さんこんにちは、ペソでございます。横沢物語続きやっていきましょう。将来が楽しみな逸材。おの夢ではありませんね。はい、今回はスカウトの目は良かったみたいですね。じゃあこれをちょっと勝手にしていきましょうか。まあ本当はね、間入ってくれれば一番良かったんですけどね。学生さん中心でね、まあつなぎっぽい形でね。さあマクロさん、もし試合、やっぱりね、1月の小、まあ、前半でね、取れば横綱候補は結構作れるんで、さあ、マクロさん上がるの？上がるね。ということは、もう一回、なんだっけ、あれだっていけそうだね。さあ、三条さんが運びやし。はい、スザックさんは出来上がってるんで。はい、片木原さんは、まだまだ箱やしね。はい、北尾さん、とりあえずお小遣い上げていきましょう。判断力32でスタートしてるのが大きいね。久保さんです。まだ32上げて89か。久世さん、久世さんは、ちょっと次、ただね、久世さんはちょっと先に止まりそうな気がしてるんで、そろそろ、なんだっけ、限界がっていうコメント出てもおかしないんですよね。ああ、そうか。更新しないと。はい、2日目いきましょう。まあ大体ね、スカウトでも、まあ、1月の場所前稽古中に見つかってくれたらっていうレベルで探してたんで、まあ北大路さんがね、最悪今のスカやったとしても、まあ次の年に山内さんの枠がおそらく空いてるだろうからっていうちょっと考えがあったんですよね。さあ中崎さん、もう一回いけそうですね。これで戻しとけば、あとなんだっけ、あれを鍛えてって判断力先に鍛えといてっていう段取りでいけますね。はい、サクさんは出来上がってる。間違えないようにね、しとかないと。はい、ごっさんでーす。73でしょ。次が、91だ。あ、89か。はい、絶賛。運びやしね。とり
速が40のレベルまで引き上げたいね。で、寺町さんはもう試合だったね。というのは、今、鈴江さんが20歳でしょ。で、鳴滝さんが同じ、19で限界って言ってるから、おそらく1年、大関候補だったんで、1年遅いはずなんですよね。で、片木原さんと三条さんは横山候補なんで、あと1年使えるんですよ。で、バクロさんもね、そこそこ早いんで、まあ、下半身と持続力50ぐらいを目処にして、あと、集中力ですね。ちなみに、キャオルさん、技は釣り出し、どうだろうね。木をやったらいいんやけどね。はい、3日目いきましょう。鳴滝さん戻せそうなんで、もう試合からちょっと一個ずつ戻してって、上半身はね、まあそこそこいけるんで、40あるんで、さっき判断力をね、90レベルまで引き上げときたいね。はい、片木原さんは50までとりあえず運ぶ。はい、ごつあんです。では明日から始動ね。クゼさん、寺町さんも申し合いでしょう。4日目。ああ、間違えた。下半身やっちゃった。まあ、いいか。三条さんは、運び足ね。間違えた。運び足やっちゃったね。まあ、まあ、いいでしょう。王子さんはこれで、申し合いからですね。まあこれで止まるまでだね。でクゼさんはとりあえず持続力は40まで引き上げましょう。やってるから、バクロさんのやつ間違えちゃったね。うん、これでまた80復活ね。はい、三条さんは運び足間違いない。これは41で、はい、片木原さんは、運び足、北王子さんは申し合い、よいしょ。で寺町さんは、あと2回ちょっと運び足やります。
さんもう試合でね、とりあえず判断力80にしないとどんだけ下鍛えても厳しいから、この場所まででしょうね、まともに上がるのは。まあね、一番良かったのは本当はさっき言ってた学生横綱が加入してくれることだったんだけどね。で、多分片木原さんはね、まだ言われないと思うんですよ。まあ、20の時にもしかしたら来年言われるかもしれないけどね。はい、で、明日もう一回小遣いね、北大路さん。久世さんは。さあ、これで、残りが、あと、まあ、6上げるとして、判断力を、いや、上半身いこうか、もうそろそろ来そうだからね。明日、小遣いですね。はい、7日目。あと2回運びですね。スザクさんは出来上がり、うん、片木原さん小遣いですね。おっ、ウコちゃんでーす。はい、北尾さんも小遣い。おっ、はい、ウコちゃんでーす。で、クゼさんは、上半身いきましょう。本当は51までやっていきたかったんだけど、もう今見てたら20歳なんで、はい、寺町さん、小遣いですね。で、これでまた3つ戻してから判断力が85、6になるところまで持っていきたいですね。8日目。はい、なるたきさんはしこ、うん、これで戻せたんで、あとは判断力ね、まあ、完走とまではいかないけど、5ずつ上げたいな。まだ、そうか、今も8日目なんで、まともに上がるのが7か。上半身でいいか。はい、これで明日、三条さんは、お小遣いね。片木原さんは、まず、鉄砲で戻す。で、北尾さんはまた申し合いから。久世さん、上半身。寺町さんも、
まず鉄砲と下半身と持続力戻してから、判断力ですね。はい、ここの仮面上げれるんで、上半身でいきましょう。で、33小遣いね。まだね、限界とは言われてないんで。はい、片木原さんは下半身ちょっと戻す忘れたね。であとまた、はい、北星さんはカウントストップするまで3つやりましょう。クレフさん上半身、下半身ね。とカメ、前回ちょっと技研究すっぽかしちゃってるんで、この後に一回やらないといけないですよね。なるたきさんはどうしようかな。もうええか。片木原さんは白衣師、北尾さんを申し上げ、久世さん、上半身、でここからもまた申し上げですね。手出しの数の多さを見てればね、あるに越したことはなさそうですよね。力
かける量が圧倒的にやっぱ多いですからね。で片木原さんは、で運び足が51いったら判断力、またもう試合をやっていこうと思ってます。北王子さんはもう試合ですね、止まるまで。久世さんは、上半身強化。もう試合ですね。はい、13日目。まあ要するに同じ逸材でも、この年の頭に取るのと、年の例えば9月場所、11月場所で取るのとだと、やっぱりそんだけの差が出るんですよね。まあ、基本的に15日まるまる稽古をしたとして15ポイント。まあ実際はね、お小遣いとかあるんで、10ポイント強って考えるんですけども、まあそれが4場所遅かったら最低40低いパラメータね、少なくなっちゃうということで、40だと全然違いますからね、やっぱり。はい、今日13日目。あ、13日目だね。まだだね。だから一回、もう試合やって、マコロさん二回、技研究。さあ、これで45いったね。これで多分ね、鳴滝さんは、まあ、上がりにくくなるはずなんですよ。で、三条さんまだまだ。クソフさん出来上がりと、片木原さんも10、14日目で明日51になるんで、で判断力を来場所からまた行くと、北尾さん申し上げる。久世さんはここでね、一応上半身強化を、あと2回やっときましょう。で最後に技研究して来場所どうなるかですよね。13日目なんで14日まで判断力80いきますね。パターン、覚えてきた感じですね。はい、で技研究を先にやってみます。すごい武器中やねんね。さあ、もう小遣いはないので。これで、運び足で持続力は一応一旦ストップで、北大路さんは今のところもう試合。はい、久世さん、久世さんも、来場所の頭いけそうだったら一回小遣いですね。
半身鍛えとかないと、はい、やばいんでね。はい、寺町さん、これで判断力80。はい、ラスト。で、基本技研究ですね。はい、どすこい。あー、武器違いからね。はい、どすこい。よしよしよし、技の幅が広がっていたね。三条さんはね、まあ、期待してないんで、技は。はい、どすこい。あらあ、木をね、よしよしよし。はい、どすこい。究極の技だしね、よし。はい、ではちょっと技情報を見ていきましょう。暴露さんが、あ、まだまだね、3ページ目もないからね。巻き返しがある、続き、あ、突き落としあるから、まあそこそこ活躍しそうですけどね。まあ三十さんここまでだろうね。スタッフさんね、もう止まってるけど、ちょっと見ておきましょうか。とったり覚えてくれてるのと、まあ、はたき込みは、まあ、あまり使う可能性低いだろうよね。片木原さんはね、いまいち、あ、でもそうか、けかぐり覚えて使い出してましたよね。3ページ目送ってくれるとね、いいんだけどね。さあ、楽しみなのはクゼさんね。ほう、おお、あと突き落としだけか。映り出しがあるかないかで三条さんとの差ですね。はい、という感じで、場所名稽古終了でございます。また、前半戦後半戦に分けて、初場所をお届けしたいと思いますので、お楽しみにしておいてください。では、さよなら。